はいどうもこんにちは、ピアスのゆいとのんです。今回ですね、中国ね、まあ日本もだけど COS3 がありまして、それで傭兵とオフェンスがマジで強いなと思ったので、今回それでやろうと思ったんですけども、今日何の日でしょうか。今日はですね、5月7日、ピーチャーピアスの日の誕生日ということで、はい、泥棒で使っていきたいなと思います。使っていきましょう。泥棒オフェンスでやっていこうかなと思います。泥棒オフェンスはあんま関係ないかもしれないけど、こっちの方ハンター来たかもしれない。ボンボンだ。いやボンボンか、追ってくれるのか。追ってくれるんだったらめちゃめちゃいいんだけど、いや今日はもうクリーチャーピアソンくん大量発生してますよ、うん、いやめちゃめちゃ多い、本当に多い。1試合だってさ、この間さっき4人とかなってなかった。うん、いやマジで多すぎよ、多すぎ問題しかも宝箱開けても注射器しかもうさっきから出んないけど、うん、マジそれやばいな。やばい、あのこっち側爆弾見てどっか行っちゃったな。海の方行った、いやしかもね、やっぱりね、うん、その強くなったみたいな強化も入っとるし、うんうん、ピアソンくんね、えいつ結構昔ライトがみたいな、あめっちゃ昔の話めっちゃ昔の話、まあ、そこの部分で一回使いたいなとか思ったことあったんやけど、あ確かに確かに、やっぱりね今日使ってみて思った、難しい、うん、まあそうだね、ライトも全然新しい、待って、うん、これうちワンチャン回復あるかもしれん、嘘いやうちナースやわ、ナースいやもうゾンビチェイス頼むわ、もうナースやわこれ。一応ねこのアスレの方チェイス来てくれたら一応補助はまたいけるよ。あオッケーオッケー、うん、わった待って、あナイスナイス、紙袋かな、紙袋やね、やっぱな、ずっと見とく感じの占い師さん、うん、ありがたいね。いやでもほんとさ、寸前で 見るっていう風に言ってたよ、ちょっとで素晴らしいわ、本当に確かに、ありがとうございますよ、うん、これは。あ、こっち側来たんだ、巻き込んだ、ごめん。いいよ、全然そっちの方が多分チェイス伸びる気がするわ。いやでもね、もう悪いんよ、もう悪い。この人ね、投げて牽制する振りが、うん、ちゃんと見てますよ、後ろ。あ、見てる、オッケーオッケー、ちゃんと見てますよ、これは無理しかも回復終わってもすぐまた食らいそうなんやけど、うん、いやでも全然大丈夫だよ。お回復してる、ナイス、うまっ。リモートバックだ今の。いやでも大丈夫、今の回復終わってなかったら今の死んでるからね。あ本当に、うん、あそうやった、あそうか、ナイスナイス、こう補助行こうか。よしよしよし、さあまたうち巻き込むかも多分。オッケー、うん、あれいなくね、どっちだこれ。今船、あ船、あ反対側行ってたわ。あのちょうど降りてくるとこか、くるくるしおるよ、こう降りてくるとこう難しいよね。私今回しかも右下の石振りで多分来とんやと思う。マジで本当にさっきと変えてなかったの右下やっぱ俺なんかタックルするたびなんか食らってるんだけどねいや大丈夫、ちゃんとタックル決めてるから、ちょっと1ダメージ分食らっちゃった代わりにちゃんと妨害はしました。あ待ってやばい、あ終わったわ。あ本当に、いやでも十分十分、ナイスナイス。ゆいのとこ終わるかなそこ。うん、こっち全然、俺即興行くわこれ。オッケー。即興行ってから。即興行く？うん。でも墓森さん来るって言ってる。うん、じゃあ墓森任せるか。あまあでも確かにゆいが来た方が距離的には。いや絶対その方がよかった。そうね、俺が、うん、即興行ってからのボルタイツによるかここを上げるの方が多分良かった気がするけど、まあ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 。まあ負傷しとるけん念には念をって感じなんかな。うん確かに。まあでもボンボンも弱体が来とる状態やしねこれ、うん、あーそうかそうかそうか、救助しやすくなっとるかもしれない。そうそう、なんかあのね爆弾今まで食らったらその反動で救助できなかったけど、それができるようになってるから、うん、だいぶしやすいんじゃないかな。一応俺も行くか。硬直がねあのプワってなるやつ、うん、いやそうマジで強かったよね、うん、あれなくなったらだいぶでかいと思う。いやボンボン使い多分悲しんでるんじゃないかな。あいて、あーマジか。まあ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 一応多分ねまだね残り1台が墓守だけど結構遠いよね今。占い師がいた場所も墓守の場所も遠いからもうちょっと提出伸ばさなきゃ多分通電しない気がするんだよな。まあ普通にユイのボロ体中に上がるか上がらんかぐらいな。これ負傷してるかな、いやこれ興奮に変えたかな、どうだろう。さすがにユイに興奮は捕まんと思う。いやいやいや IQ200 のプレイだったらこの後速球が来るっていうのを読んで興奮だったらマジでそれで終わっちゃうから、まあ、でも確かにその方がそうか反対が、ね、強いよ、うん、いやこれ興奮ワンチャン裏読みで興奮の可能性あるからやめとくわ。ここで俺がダウンして駆られるのが、うん、多分一番の負け筋だから。でも墓森さんは一緒に寄ってくれてる。あれ占い師向こう側まで行ったんだ。あじゃああるわワンチャン。間に合うよねこれ、うん、ワンチャンあるワンチャン。2人で壁してくれたの。オッケー、さあここをなんとかしたいけど、うん、俺が救助したいな。危機一髪あるから。そうね、じゃないとちょっと怖いよね、うん、そうギリギリね即うちがダウン取られたら。そう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 、あるから。いやきつい、ここで爆弾なんとかなんとか回避したい。救助決まったらだいぶでかいよここで。あ、今ナイスナイスナイス、ちょうどいいタイミングでいけたわ。完璧、うん、オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー、先に行くやって。あ、マジでオッケー。やっぱ結構回っとったよね。まあそうだね、じゃあもう離れて反対側の海側を開けに行きますわ、うん、どうせ同時に食らっちゃうだけやと思うし、うん、爆弾で食らわないようにだけなんとか頑張って。うちもつけてほしいなこれ。大丈夫かな箱森さん。ナイス、うん、ナイスナイス。さあここ一応いた倒して。多分ちょ、終わんと思うよ。うん、本当に、うん、多くない。いやでも船やし
ダウンさせてから瞬間移動だったら飛ぶだろうし、いやもうどっか、いやおるかまだ、まあ、興奮、あっやっぱ瞬間移動だったんだ、そこまあそこで興奮はなかなかかけすぎるもんな、まあそうね、後々が怖いよね、いやどうしようかな、これもう死んじゃうかな、こっち側でなんとかできればいいけど、うん、あ死にました。でもさ今日のこのピアソンくんの誕生日ということでさ、うん、うちはなんでピアソンっていう名前にしたんですかみたいな、うん、由来も結構聞かれるんやけど、うん、まあ、最近知ってくれた方は特にね謎に思ってる方も多いと思うんやけど、普通にうちらはこのピアソンくんから名前をいただいたよね。そうね、その始めるときに本当にねグループ名思いつかなさすぎて、うん、どうしようって思ってたらこの泥棒の叫ぶって妹あれが好きすぎてね、そう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 、そこから拝借しました。てかボール使えばよかった、さっきなんで俺温存したの。初期の頃はめちゃめちゃ使わせてもらおうって。めっちゃ使ってたね、本当に強かったからねこのキャラクター。そうだよね、今ではもうマイナーキャラと呼ばれるほどになってしまったっていうね、悲しいけども。さあこれいいよ、今1球ずついける、引き止めるないからね、な多分なんとかなると思うんだけどな。いやー待って、最悪のタイミングで帰ってきた。一応ノーダミー球場成功した。名前変えようかなと思った時期も結構あったんやけどね。ああ確かに、うん、それね一時期あったけどね、思いつかんのよね、今更変えるのみたいな感じになっちゃったから。そう逆にあえて今から変えるとかもワンチャン今後あるかもしれんけどね。あそうね、うん、何万人記念日に名前変えますみたいな、うん、確かにな、ありっちゃありだな、新しすぎるよねちょっと、うん、逆に何に変えるの楽しいからね、うん、あもう出れる、ボールを使って逃げるか、あれちょうど開いちゃったわ、ちょうどゲート開いちゃった、まあいいや、ナイス、まあ、というわけでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあもう一戦遊んでいこうかなと思います、2戦目やっていきましょう。いやこれ俺ファーストかもしれんな、この位置的に、泥棒ったけも譲ったんかいや愉快なパーティーの泥棒と冒険家と祭司とオフェンス、冒険家も強化来たもんね。あーなんだっけ、あの小さくなってたらハンターの方向が分かれてるやつだっけ。そう強いな、すでに。さあこれ俺がなんとかバレない位置あたりで耳寄りないぐらい鳴らしたいけど、そうねこれユイ以外は見つかりたくないキャラクター、みんな反対側いるんだよな、うん、始発の方におると思う。あこっちが索敵来ないのか、あーじゃあこれ多分反対側行ったかもな、見つかったかな、いやわかんない、もうこっち側索敵来なかった。あーうちあオッケーオッケーオッケー、ひえ、いやここで、うん、ワープ先に貼っといたらハンターがさ、うんうん、すぐ来ちゃうから貼らないようにしてるんだよね。まあ多分その方は絶対と思うよ、うん、反対側にいた場合シュッて行っちゃうから、ね、そう歩かせる時間が大事かなと思って、うんけど白黒とかやったら、うん、速攻やられちゃうんだよね、その、まあ、そう白黒の時は先貼ってないと貼れずにね同時になっちゃうみたいなのがあるからな、間に合うか、オッケーオッケーオッケー、これ どこ行くんやろ、やばいこれ多分相当最初俺の方散歩してからの、うん、だから多分この段階で一撃殴れてなかったら引き分けは結構いけるんじゃないかな、上下引き分け以降にはなれそうな気がする。うわ冒険家さんおるかなこれ多分申し訳ないわまあまあまあでも全然まだ間に合うか、オッケーオッケー、ナイス、興奮じゃないね、まあさすがに興奮じゃないんじゃない、興奮怖すぎんだって。いやでももう1台分上がってるから、あ、そうなん、上がったん、あ、ナイス、多分最初からガッツリ変えてしまうから、うわわわわ、これ無理か、うん、でも鏡で死ぬ分には大丈夫、めちゃめちゃさっきから鏡も硬化してない、いやでもね、知ってない、これで2回目かな、いや、ナイス、先生、どうしよう、いやでもこれちょっと困ったのがね、うん、俺めっちゃ遠いんだよね、だからあーなるほど、1回目っと気没か、そっかナイス、うんま気没腐らせて、気没や、ナイスすぎるそれは、でももうごめん、伸びるね、チェイス、厳しいかもちょっと、いや十分十分十分、鏡強いね、えでもさもう一回頑張って、あ無理か世界大会によってさ、うん、どうやった、自分もジョーを使って、うん、トップのハンターとしていけそうやった、世界大会見た時に、いやでもねやっぱああやって見てたら簡単そうに見えるじゃんジョーって、うん、でもすごいやっぱりそのサバイバーめっちゃうまいよね何がうまいって旋回がマジでジョーうまくて、あーそっかそっか、そうジョーの競争だったらどう頑張っても当てられない旋回が何パターンかあって、うん、でもそれでもやっぱり今回優勝したジジョルのピピシェンとかはほぼほぼあの長距離でも結構当ててたから、その辺の精度がすごいよなと思った。あーそれ慣れそうやった自分もまあもうそれに関してだけめちゃめちゃ行き止まりされとる、やばい、それ待って、いや全力で行けば間に合う、行け、早く早く早く回復しろ、早く回復しろ、オッケー間に合った、はい神救助と、ナイスナイスナイス、はい神救助、これも世界大会パワーだわこれこれあれなんか上当ててるよ、これ絶対オフェンス警戒したろこのハンター、間違いない、シューティングが向かったのかな、多分オフェンスの警戒して後ろ見て、うん、あの上行っただろうって判断してやってたから、あー見失ったパターンだと思う、
じゃあ、家普通に救助行ってくるね、うん、もう一回行くわ、うん、残り1台だから回すんだな。そうね、回しきれそうやけど、どうなんやろ。どうでしょうかね。さあ、なんか出とる、うん、本当何これ、残り暗号ページが落ちています、残り 17%、うん、落ちるようになったよね。確かに知らんかった。これいつからだろうな。前の修正か今回かね、うん、今回じゃないかな、多分。さすがにこんなになんか表示されることはなかった気がするわ、まあ、椅子に座らせてる間からなんか拾えるようになったんだ。あ、それ便利やね、めちゃめちゃ、うん、確かに全部持ったまま捕まっちゃって結局無駄になっちゃったとかあったもんな。うん、悲しいもんね。さあ、ここ救助かましたけど、うん、危ねえよし、うん、なんか今日救助の調子いいわ。あと2割か。あと2割、まあ、2割だったら全然粘着できる。さあ、こっちが、あれ、冒険家族強気すぎない？それ強気すぎないか。大丈夫？割れないか。救助ガードで、この距離でまさかのあれだわ隠密成功してる。オッケー、すんのめすんのめ、あ、すんのめ、あの、さすがにバレたけど、あー、小さいおじさんがやられましたナイスナイスナイス。いや、こっから油断できんけんね。まだ女王だったらまあ大丈夫じゃない。あそこの段階でチェイスされてるのが伸びれば、ユミと消去繋ごっか。あ、そうする、うん、そうしよう、そうしよう。いやー、2級のボタンを押して一緒に出発したかったけど、さすがに距離的に厳しかったか。あー、できたね、強かったね、うん、ほい。さあ、まだでも冒険家さん飛びじゃないよね。うん、まだもう一回、だから俺がここで中間待機しとけば大丈夫だと思う。飛ぶかな。あ、飛んだ、うん、向こう行った、向こう行った。それは多分いける。冒険家さんがやばいね。うん、え、間に合うかな、これ。冒険家さん、泥棒ね。あ、冒険、泥棒あ、泥棒さすがに無理じゃん、開けてたんでしょ、ゲート。うん、いや、でもそう、出れんかったけん、うん、泥棒の方やられちゃうかもしれないけど、確かにうちらが間に合うかよね。まあそうね、今多分やられて、あ、入れたんだ、ワープ。入れた、うん、入れた、入れた。あ、そうなんや。じゃあまだあっち側で鏡使ってさすがに釣るんじゃないかな。釣らんかな。いやー、あとどんぐらい。あ、釣るか。オッケーオッケー、半分半分、多分大丈夫、半分ならいける、うん、今鏡使ってるから。うん、あ、そうね、心外でもないし。まあっていう感じで今回、まあ今日はね、まあ多分この動画出て残り 3,4 時間は泥棒の誕生日だと思うので特別アイコンもらってみてくださいというわけで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。